皆さんこんにちは。今回ご紹介させていただく言葉はこちらでございます。 F800R BMW の F800 シリーズのロードスタータイプでございます。ロードスタータイプといってですね、ベースは GS 系になります。ですので駆動はチェーンドライブということで、S とか ST とか GT というのがいわゆるベルトドライブを採用しているのに対しましてね、 GS は一般的なチェーン駆動、そして、その GS をベースとしているロードスター、面白いですね、この辺りがね、はい、同じくチェーンドライブで両持ちのスイングアームを採用しているということでございます。でこちらはですね、以前うちで販売させて、中古でね販売させていただいた車両なんですが、もう2年ぐらい前になりますでしょうか。でその途中で1回車検をね、オーナーの方お取りになってますが、であと箱は確か後ろのヘプコ&ベッカーの箱はうちで取り付けさせて、初めからついてたんですかね、ついてたんじゃないかと思うんですよ。ただスポーツパニアケースとかね、そういったものを前のオーナーの方が取り付けされまして、はい、なかなかより魅力的になっているのかなと思いますが、いかがですか。はい、で、初年度平成22年6月、車検証ね、今私の名義になってますけど、ありますけどね、昭和22年の6月でございます。走行距離表示現在は、ね、1万7000ちょっとなんですけど、前回車検が令和1年、まあ、平成だと31年ですよね。令和1年の6月4日、この時は1万6500キロでございました。そしてその前がね、この前は、うちで購入するもっと前のタイプ方ですけどね、平成29年の6月7日。ということで、車検はとりあえずこの間切れていないですよね。はい、1万2200キロで、というものが残っております。はい。さあそんな感じでですね、F800R 車体番号下3桁878でございます。なんかね、中古車公正取引なんとかなんちゃらっていうんでね、車体番号の下3桁は表示しなきゃいけないみたいなね、話が最近はあるようでございますけどね、困りますよね。はい、さあ F800R、前回ですね、販売させていただいたときに、まあ、うちの方で油脂類とかね、そういったものは交換させていただいております。で、タイヤも確か交換してるんですよ。はい。で、ですので、今ついてるタイヤは、2018年のタイヤでございます。で、オーナー、そんなにはね、お乗りにならなかったんですよね。あまり、あまり、こう、お好みではなかった。そんなこと言うと、あれですか。そんなことないですか。はい。で、お乗り換え、フラットツインの方にお乗り換えになられましたね。はい。そんな感じでございます。ただですね、まあ、これはこれでね、魅力的なオートバイじゃないかと思います。エンジンのね、吹き上がりも軽いですし、うん。で、あと、この、フロントのね、マスク。これがね、いいっていう方が結構いらっしゃるんですよね。このね。はい。これ GS 系と一緒ですよね。F800GS もこのタイプのね、ヘッドライトですけど、はい、それをそのまま採用しているようでございます。フロント、これ確か43倍ぐらいのフロントフォークでね、太いものがついております。もちろん、ブレーキに関しては、ブレンボの4ポットキャリパーがダブルでね、搭載。そしてもちろん前後 ABS が、搭載されてございます。ホイールサイズはね、前後17インチ。まあ一般的なロードタイプのモデルとなっておりまして、タイヤは一般的な120の7017、後ろは180の5517というサイズが、標準ということですね。はい。リアサス、ね、これ特徴的なオレンジ色のスプリングですよね。で、プリロード調整はこちらでできるようになっております。もちろんこれをですね、そのままこう回すこともできるんですけど、ここに穴がね、2つあるんですが、で、実はここに、こういう、樹脂の、プッと刺して、グッグッと回すようにね、そういったものが、工具が、実はここについていたりいたします。はい。さあ、そんな F800R でございますが、どうですか。で基本的にモデルとしては、灯火類は電球を採用してるんですが、これオプションだったんじゃないかと思うんですけど、 LED タイプのウィンカーをがついてますね、こちらのモデルはね。はい。まあ、外観はね、まずまず出す、まずまず出すじゃないです、まずまずです、まあ、小傷とかね、ちょっとね、ここ少しあったりとか、うん、まあ、あるんですけど、でリアキャリアはね、ついてなかった。あれ?ちょっと待ってよ、これ。ベースで、F&ベッカー。いや、でもなんかついてた記憶がある。
あれなんかついてましたよね。あ、ヘプコ&ベッカーのベースだったんですかね、最初ね。それで今のオーナーがこのキャリアをつけて、あーちょっとでもなんかこれケースはつけてたような気がするんですよね。あーちょっとね記憶が曖昧になってますね。まあ、写真とか見れば思い出すかと思うんですけど、そうですね、これ確かねオーナーが後からつけたんですよね。それはこれをつけるためにね、うん、でもヘプコ&ベッカーのケースは確かつけてたと思うので、ヘプコ&ベッカーのベースがついてたんじゃないか。でこれ後からオーナーがね別に用意したやつですよね。はい、まあ、そのあたりちょっと記憶が曖昧で申し訳ございませんが、まあ、もちろん今の現状はこうなっているということが重要ですので、はい。さあそしてですね、R はパイパーハンドル、しかもですねテーパーハンドルですね。ここが太いねテーパーハンドルを採用してございます。これアルミですかね、あアルミですね、アルミハンドルですね。いいのついてますね。そしてこの頃のモデルからだと思うんですけど、ウインカースイッチがですね一般的なこういうねプッシュキャンセルになっております。とは言ってもこれ機械的なやつじゃなくてソフトスイッチになってますね。はい、ソフトスイッチの、ウインカースイッチですね。はい、で、グリップヒーターはここにねこうついてます。これを押すこうねポッポッポ押すことによってでここに表示がされるので、これが切り替わるっていう仕組みですね。でスタータースイッチも、キルスイッチと連動タイプっていうんですかね、そのままこうグッてね押すタイプ、あとこれオンボードビッ、コンピューターっていうねものがついてございます。それによってシフトインジケーターとか、あと水温計と燃料計、あと各種インジケーターが、各種あの なんですかね燃料計みたいのが表示されます。瞬間燃費とかですね、平均燃費とかそういうのも表示される仕組みになったかと思います。あと温度計とか出ますかね。でそれの切り替え横についてるね。でハザードもついてると。まあ、BM さんはね、ハザード昔からつけてましたよね。あと、保温スイッチね。で、気になるグリップ、ヒーターグリップですけど、減りはね、少ないですね。うん。だから、まあ、思いっきりね、握って、ずっと乗られてたような車両ではございません。はい。やっぱりこれもね、柔らかい材質なので、減りが結構早かったりするんですが、まあ、やっぱりこうね、常にグワッと力を入れて握ってたりすると、まあ、減りも早いのかなと、うん、思ったりいたしますが、どうでしょうか。で車検はですね、来年の6月まで残ってございます。あと1年弱ですね、ございますので、まあ十分ねお乗りいただけるんじゃないかと思いますね。はい。そしてこれ前回ですね、うちの方で納車をさせていただこうと思った折にですね、充電がされていない、それが発覚しまして、なんかメーターの表示がねなんかちょっとおかしくて、あれあれあれっていうことがあったんですが、まあ、そういったことで、レギュレーターを交換させていただいております。でレギュレーターこれでございます。 FH00 どうのこうの、これ、いわゆる MOSFET タイプってやつですかね。 R1 についてたものだと思いますけど、それを取り付けさせていただいております。はい。であとこれ、ね、アクセサリーとかであります。ただこれこの車両に関してはキャンバスシステム採用しておりますので、まあ、ここから仮に充電したい場合はですね、キャンバスシステムに対応している充電器で、それのヘラプラグで挿して充電する形となります。バッテリーはですね、このタイプはこちらにございます。1音タイプですかね。で、このカバーを外す、ね、このカバーを外すとバッテリーがここに、ございますので、はい。さあ、そんな、F800R でございます。それで、まあ、これですね。BMW のスポーツパニアケースっていうタイプのものです。スペインのシャットっていう会社が、製造しているものですね。で、まあ、これオープン。ね。これをオープンっていうところにやって、ちょっと待ってよ。これ片手だとね、やっぱりね、難しいんですよ。うん。片手はちょっと厳しいので、両手でやらせていただきたいと思います。はい。大丈夫ですかね。はい。そしたらですね、こちらのオープンというところをこうやって、そうするとこうね、なるんですよ。で、こう引っ張るとこう開きますね。こう開きます。はい。で、インナーバッグ、ついてます。はい。インナーバッグっていうのがね、こう生、なんていうんですかね、これね、こういうのね。で、まあ、こう、まあ、ここにこうあるんですけど、で、こう、ちょっとね、ここにタグついてますけど、見ると、BMW モトラッドって入ってますね。はい。だから純正なんですね、これね。純正のこういう、まあ、ちょっとした袋がついております。で、これね、完全防水ではないんですよ。うん。完全防水ではないので、
やっぱりもしですね、あれの場合は濡らして困るとか、こういうのにまあ入れてね、でくるんで、またここに入れるという感じですかね。もしくはやっぱりトップケースの方にちょっとね、しまっていただく。もちろんトップケースも完全防水ではないですけど、ただ、ね、水はそんなに入らないのかな。うん、そんな感じがしますけどね。で、これスポーツパニアケース、大きさが変えられるんですけど、こういう感じでね、パチッとここで閉まります。で、ヘルメットとか、駐車してるときに、ヘルメットとか入れるときは、これをちょっと大きくしてね、ここに入れておくと。で、走るときはヘルメットを出しますよね。ヘルメットを1回出して、そしたら今度はちゃんと、閉めると。さすがに開けたままはちょっとね、走りづらい。うん、走れないですかね。はい、で、同じようにですね、左側にも、インナーバッグついております。はい。これオプションだと思うんでね。うん。あんまり見たことないんですけど、買うとやっぱりそこそこするかもしれないですね。はい。で、結構ね、綺麗なんですよ。結構って変ですけど、綺麗なんですよ。うん。だから、いいものをね、前のオーナーの方ね、ちょっと購入されてね、つけていただいてたんですよね。はい。それで、鍵です。鍵。鍵は車体の鍵で開閉できますんでね。ロックできます。はい。こうやってね。できますんで、ね、閉まりますよね。はい。で、外すときは反対側にちょっと動かすと、このリリースっていうのは抜けるんで、で、これでちょっとね、こういう感じで。持てるんですね。はい。入れるときは、この回、リリースの方にしとかないとちょっと入らないですかね。で、これでリリースの方にしながら、ペッとね、こう入れる。で、そうですね。あ、こうですね。こうでもいいですけどね。まあ、これでいいですね、はい。オープン状態でも抜けるんですよ。このタイプはね。はい、うん。で、鍵はちょっと別キーだったんですけど、うちの方で。合わせて車体に合わせさせていただきましたね。はい、さて、あとは後ろもちょっと開けますかね。後ろ、ちょっと鍵が別鍵じゃない、ヘプコ&ベッカーの鍵はさすがにちょっと別鍵になってしまいますからね。こういうヘプコのね、鍵がありますんで、で開けるね、こんな感じで開きます。はい、で結構入るんじゃないですかね。普通のフルフェイス、余裕で入るかと思いますね。はい。で、鍵なんですけど、鍵については、純正の鍵、ね、このイモビのついてるチップの鍵が2つ、そして、エマージェンシーキーっていうのが1つ、そして鍵番号のプレートが1つ、そしてヘプコ&ベッカーの鍵が2つついております。あ、ちなみにこの鍵は全部同じ同一キーですからね。はい。だからどれも一緒です。はい。さあ、そんな感じになってございます。とりあえずエンジン始動しますか。さあ、F800R エンジン始動でございます。引き上がり軽いんですよね。ETC ついてますからね。 ETC ついて、あと USB ポート、はい、デートナさんのそれもつけてございます。ですので適当にこの辺にですね、スマホホルダーをねつけていただければ、はい、もうすぐ旅仕様になるんじゃないかななんて思ったりしますが、いかがでしょうか。あとこちらね、スクリーンもねついてますんで、うん、風もある程度は軽減されるんじゃないですか。はい、まあ、そんな感じの F800R でございます。で、販売時にはですね、ちょっとうちの方で、油脂類の交換ですね、うん、それをやらせていただきたいと思います。はい、まあ、タイヤとかもね大丈夫ですし、うん、まあ、基本的には前回、交換して販売させていただいているので、まあ、そこからの距離はあんまりね走られていないんで、数千キロですよね。はい、おそらくこれ確か1万4000キロぐらいだったんじゃなかったかと記憶してるんですが、ちょっとそれはね調べれば出てきますが、3000キロぐらいだと思うんですよね。はい、なのでまあ最低限のあれで大丈夫っていう感じだと思いますかね。はい、車検も残っている、 ETC もついている、そうですね。はい、で今年度の、自動車税はうちの方でちゃんと支払い済みでございますからね。はい、その分が欲しいなんてね。でも車とかそうですよね。大体重量税付き割りとかね、自賠責付き割りとかやりますよね。オートバイってあんまりそういうの聞かないですけどね。
ん、私は別に車業界に対して何もあれはないですよ。含むものはございません。ははは、なんて。はい。さあ、こんな感じで F800R、今、17,000 ちょっとのね、走行距離で。うん、まだまだこれからっていう感じだと思いますのでね、よろしければお声掛けいただけると幸いでございます。販売価格とかはうちのホームページもしくは、BBB とかね、そういった、通販サイトに載せてございますので、よろしければ、お声掛けいただけると幸いでございます。今回は BMW の F800R 平成22年、6月初年度のモデル、こちらの紹介をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。